村井勤は、日本の実業家。朝日ビール代表取締役社長、東洋工業代表取締役副社長、住友銀行代表取締役副頭取、JR 西日本代表取締役会長等を、歴任した。1988年くんに当局日、重光明受賞。福岡県小倉市境町で、猿之寺住職の次男として生まれ、 その後村池に養子に出された。旧聖小倉中学を経て、1942年9月、戦時中の半年繰り上げで、東京商科大学を卒業。当時の住友グループにおける一括採用試験に合格。住友銀への配属となるが、出社することなく、招集となり、小倉風評連隊に入隊。翌年、 新教陸軍経理学校に転属。主計将校となり、部署で終戦を迎える。副員によって、住友銀に復帰。調査部等を歴任。東京業務部次長時代、日本生産性本部の主催した、米国のカップ金融視察団に、橋口治大蔵章中小金融課課長らとともに、参加。その際の視察報告書をもとに、住友銀が、 プリンス自動車と提携を結び、日本初の個人ローンの取扱いを始めた。1976年、住友銀上無罪任時に経営不振に陥った、東洋工業代表取締役副社長として、出向。松田再建に取り組む。住友銀に復帰後、副頭取を経て、磯田一郎からの要請によって、長期間業績が低迷していた朝日ビール社長に、 就任し経営改革を断行。後継として招いた元部下の樋口幸太郎と共に、朝日スーパードライ発売にこぎつけ、大ヒットさせた。1987年4月には、ヒューガ放災関係連会長、橋本隆太郎運輸省から頼まれ、分割民営化して発足した JR 西日本初代,代代表取締役会長に、 朝日ビール会長と兼務する形で就任。他の JR 各社に先駆けて、大規模な気候改革を実施し、事務と現場の垣根を取り払い、現地への大幅な権限移譲を進めた。また、1989年3月のダイヤ改正では、アーバンネットワークとして、朝夕のラッシュ時に列車を大増発させるなど、顧客向けサービスの充実を図り、 JR 西日本の業績を伸ばした。1992年にアサヒビール及び JR 西日本両社の取締役名誉会長に就任。明るく気さくな性格でまた非常な読書家としても知られた。ありがとうございます。